今のところ、うん、岸田さんの後ろにはね、麻生さんという大黒柱がついてますけども、うん、茂木さんなんかはね、うん、まあ、自分たちの会合で、うん、まあ、次期総裁選、うん、2024年秋、うん、に出馬する意向をね、うん、隠さないですよ。茂木さんはそうですよね。明日隠さないです、うんうん、ただ茂木さん自身もね、あの派閥内でね、うん、やっぱり、まあ、障害立ちはだかってる人がいるんですよ。誰ですか？大内さんとかそのあたりですか？もうね、バッチ外した人なんだ、はい、青木幹雄さん。ああ、はいはいはい。もう10年以上ぐらい前ね、もう引退した。はい、はいはい、あですけれども。私、記者の出発、島根県ですが、青木さんは。そのか、まあ、力持ってるでしょ？持ってますよ。竹下さんの秘書やって、ね。はい、ね、大社長出身で。そう。ね。ね、で、まあ、とにかく細かくて、はい、まあ、若い頃ね、麻雀ばっかりやってたという話も、まあ、その、勝負感の強さというか、でもね、最近、しばらくメディアに出てなかったんですけど、うん、まあ、12月の21日あたりかな、うん、早稲田大学で、うん、まあ、岸田さんを囲んで、はい、早稲田出身者ね、ね、森喜朗さんとか山本雄二さんとか、うん、集まって、まあ、岸田さんを励まそうという会議があったんです。うん、そこに、久しぶりに、青木さんがカメラの前に顔を出したと、うん、はい、そして誰を連れてきたかというと、はい、読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話。読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話。この番組は読売新聞の中の人をゲストに迎えてニュースな話題をお届けするポッドキャスト番組です。今回は前回の続きから、ゲストは吉田清久編集委員です。青木さんがカメラの前に顔を出した、うん、はい、そして誰を連れてきたかというと、はい、小渕優子さん。あ、やっぱり小渕さんね。小渕優子さんは成城大学出身ですけども、うん、大学院というか、政経学部、経営学部、早稲田大学のにも卒業して、うん、まあ、早稲田罰と、うん。お父さんは、大内敬三さん、雄、うん、弁会、うん、青木さん雄弁会、森さん雄弁会、うん、先ほど言いました山本雄二さんも雄弁会と。まあ、そのつながりで、まあ、雄弁会じゃなかったんですけど、うん、岸田さんを応援しようと。うん、で、これね、まあ、久しぶりに出てきた青木さんのメッセージは、うん、次の、今の平成権、まあ、文野と言われているところの領収跡継ぎ、小渕優子ですよと。まあ、そういうことですよね。そういうメッセージをね、うん、このタイミングで出してきたんですよ。まあ、お父さんもだって派閥をね、そうそう、率いてたわけですからね。まあ、まあ、ちょっと脱線していいですか。はい、はい、どうぞどうぞ。私ね、まあ、小渕恵三さん、うん、担当してて、はい、あの株上げろって株、ね、株上げようとね、株上げてた人ですね。毎日、まあ、野中さんとかいろいろ回ったんですけど、うん、水曜日の夜は、うん、小渕恵三さんの、うん、ところ家にね、まあ、夜回り行ってて、うん、まあ、そこでね、待ってると若いお嬢さんが、うん、お茶持ってくるんですよ、はい、ペットボトルのお茶、うん、日本、うん、え、僕が日本もいりません、1本でいいっつったら、ね、何言ってるの、運転手さんのよとか言って、まあ、それぐらい心配りのは、それが、うん、あの小渕優子、うん、でも小渕、まあ、優子さんの方ですけども、まあね、閣僚になっても結局その過去のね、そうそうそう、ドリルの件でこう言われて、こうあの時の対応間違ってましたね。ですよね、うん、私ね、あれ小渕さんのあの問題が発覚直後直前かなあたりに、小渕優子さんとこうちょっと会合する、うん、予定があったんですけど、うん、まあ、キャンセルになりました、うん、あの時ね、一度、うん、すいませんでしたと、うん、あの議員辞職するぐらいの、うん、潔さというかね、うん、態度を退いた方がね、うん、よかったですよ、うん、だからどうしてもあれが出てくるから、そう、なかなかね、その総理にっていうことにはならないだろうなって思いますけどもね。まあ、人前でね、うん、喋る機会が減っちゃって、うん、だから
こう機運がね、うん、ないところを、まあ、そこら辺どうするかですよね。まあ、その永田町のねコミュニティだったらまあもういいよっていう風になるのかもしれないですけども、総理大臣というとねこと国民相手にするわけですから、ね、まあ、なかなかねっていう、まあ、ただ本人自身はねものすごく気配りがあって、うん、政策も勉強しね、うん、やってるんですけどもね、まあ、まあ昔のあの時の対応の間違いが未だに響いていますね、うん、何の話してました。要するに次の総理はね、そうそうそう、河野さんなんか、まあね、人気といったら、まあ、河野さんの方が国民的な人気はやっぱり、まあ、あるんですかね、なんとなくね、まあ、河野さんもね、うん、だから、まあ、遠くから見るとよく見えるんですけども、うん、はい、例えば富士山みたいなもんですね、富士山でね、外務省の記者会見でね、ノーコメントノーコメントと、うん、ね、次の方どうぞとか言って、うん、まあ、木で花をくくった上から目線の記者会見ありましたよね、うんうん、あれがねやっぱり尾を引いてる部分がありますよね、あ、その柔らかさ、うん、まあ、河野さんちのやっぱりエリート、これもエリートですからね、そうですね、ちょっと上から目線のところがあるんですけど、まあ、なんて言ったら河野家ですもんね、そう、あの人はね、で、ところが、まあ、一つね政策を受け持つと、まあ、発信力、馬力がありますからね、うん、ただこれがねいわゆる村社会、自民党と村社会からすれば、うん、何をしでかすかわからないという怖さがこれあって、うん、まあ、原発問題にしろね、うん、かつては、まあ、自民党政府と違う意見を誤解陳されてましたけどもね、うん、今閣僚になってから引っ込めてますけども、うん、そういったところはね現実的というか、うん、そういったところをどう立て直していくということがまた、鍵だと思いますけど、ね、まあ、秋田 の, あのイージスアショアの時もね、まあ、決断は早かったっちゃ早かったですよね。あれもね、うん、まあ、防衛省の人たちも相談なかった、うん、いきなりやられてびっくりしちゃったっていうのが、うん、まあ、当時の防衛省の幹部からため息にも似た声が届きましたね、うん、ね、やるならいいんですよ、でもちゃんと相談してくださいまあ、ね、まあ、そうなりますよね、やっぱりね、うん、まあ、結果的にね、まあ、そうそう、イージス・アショアなんかよりか、うん、ね、別の方法論の方が防衛省としては良かったんですけどね、うんうん、そうそう、だからまあ結果はね良かったんでしょうけど、やっぱその過程のところがね、なかなか、うん、ただまあこの本ってやっぱり有力な、うんうん、あの国民の中でね、うん、押す声があるし、うん、まあ、今さっき山根さん石破さんとか言って首ひねってましたけど、うん、石破さんね、みんな首ひねると思いますよ、まあ、リスナーの人私を派閥でね、うん、で、まあ、ほぼ今あの総裁選レースから、うん、まあ、退場したんですけど、なんかこの間の世論調査で石破さんがまだ上がってきたっていうんですから、でもまあその世論調査がねどんだけ高くたって、だって自民党の総裁選に出るためにはその推薦人が20人でしたっけ、ね、いるわけじゃないですか、もう無理ですからね今ね、うん、でもこう自民党が揺れに揺れね、うん、世論からね大批判を浴びた時に、うん、じゃあ誰出すかと言うと、うんうん、やっぱり石破さん、河野さん、うん、まあまあ人気者がね、まあ、あと高市さんもそうですよ、まあ、そういう人が、うん、出てきたら、まあ、派閥のね足し算引き算うん、敵だったら大派閥の領袖の茂木さんだなと、うんうん、なるほどね、言ったところでしょう。でもまあその、まあ、ちょっと昔話じゃないですけども、ね、まあ、小泉さんがね出てきた時のことを思い返すと、まあ、あの頃まあ森さんがもう不人気だったわけじゃないですか、ね、と支持率が確か 8.6% がそんなんでしたよね、岸田さん の, その世論調査の結果、今支持率が 39%、 あ違うか、支持率が 36% か、36% で不支持率が 52% ということで、まあまあね、そこまで自民党が足元があって、そうですよね、で、まあ、その政党支持率を見ても、うん、まあね、自民党の支持率が今33ぐらいで、要するにまあ立憲民主党の支持率が全くもって伸びないので、結局はね選挙すりゃ自民党勝つだろうなっていうことになってきますよね。永田町でよく言われてる青木の法則っていうのは、青木幹雄さんの、はあはあ、まあ、考え出した、これ実際青木さんかどうか分からないですけど、はいはい、内閣支持率と、うん、ね、第一与党自民党の支持率が足して5割を超えていると、うんうん、はい、
まあ政権維持大丈夫だと。ああなるほどね。じゃあ今36と33だからまだ大丈夫、ね。大丈夫なんですよ、うん、はいはい。ただねほら森さんであるとか、まあ、かつてのほら竹下内閣の時とかね 8% ね、まあ、はい、あのそういった時はやっぱり大異変が起きるでも 8% ってすごいですよね、今考えると、ね、すごいす。逆に取ろうと思って取れる数字じゃないですよね。でもね、まあ、そういう歴史の中でそうだったんですよね、うん、であとまあほら大派閥に押し切られて、うん、辞めさせ引きずり下ろされたという、うん、これ海部さん、うん、ね、政治改革をめぐって、うん、まあ、当時の竹下か、まあ、小沢一郎さんですよね、うん、まあちょっとこう反対に動いたら私だって重大な決意があるとかね、うん、そういう言い方で言って解散権を、うん、まあ、ちらつかしたら一瞬のうちに退陣ですよ、うん、そうですよね。だから何があるか分かんないというか、まあね、政治の世界は一寸先は闇って言いますからね。ですからほら今回の第一派閥、うん、安倍派の中から、うん、ね、内閣不信任案に匹敵するとかね、まあ、うん、不協和音、うん、まあ、あの飛び出したというところに何やら、これがマグマがちょっと顔出した程度、来年2023年はね、パッと噴出する可能性だってだけにしもあらず。その橋本のその安倍派だってそれどころじゃないじゃないですか。そのあそこもね、後目争いができてなくて、はい、まあ萩生田さん、ね、西村康稔さん、うん、で松野さん、うん、最初こう塩の屋さんで持ってきて、まあ、あっさり森さんあたりに蹴られて、うん、まあ、そういう後目争いあるんですけども、それをこう睨み合って一つにまとまるエネルギーさえない、ないような気がしてて、うん、まあ、そこら辺がまあこれね、うん、安倍さんが人を育てなかったというか、うん、そういった責任があると、うん、自民党の職員がね、うん、言ってましたよね。やっぱり人を育てなきゃ、うん、でだから今だから派閥の領袖を決めるエネルギーさえないんだけども、うん、岸田さんをね後ろから叩こうという、うん、まあ、マグマは残ってるという、うん、なるほど。まあ、確かにその、まあ、これもまあ聞いた話ですけども、昔のね派閥って比較的そのまあ2番手3番手、まあ人を育ててたみたいなところがあって、ナンバー2を育てるとやっぱ自分の身をね危うくするからってんで、なかなかこうそういう人を育てないっていう話は聞いたことありますけど、どうなんですか。昔と違ってね、お金集金能力もないし、うん、で人間と人間ね、あの昔竹下がなんかは一致結束墓弁当と、うんね、自民党本部で、ね、はい、まあ、本部か、うん、あの自分のところの事務所でね、うん、一緒に箱弁当ね、うん、取って、はい、で結束力を高めると、うんうん、まあ、そういったあの絆の強さっていうのがあったんですけど、うん、まあ、だん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 、まあ、我々もね会社組織もそうでしょうけど、うん、絆がね急になんかこうすごいこう、あ、そうでしょ、なんか今サークルみたいになってきちゃったんですよ。あーはーはー、サークル、うん、ね、あの地と地でなんとかっていうあの派閥じゃないんですけど、うん、だんだんね、うん、そりゃそうでしょうね、みんなやっぱり同世代を生きている、うん、ね、うん、人間ですから、うん、昔と違ってね変わってきてますよ。まあね、まあ選挙制度もね、まあ、昔の中選挙から小選挙区変わって、そう、ね、派閥のあれはないですから、うん、ね、一選挙区一人という形で、まあ、八方、ね、うん、美人的に自民党の支持団体、うん、支持勢力を目配り選挙区でしていれば当選すると、うんうん、そういったところでしょうね。火星かな。どうしたのお父さん。いや、今日の新聞、人口爆発、広がる移住先、私だったらハワイかな。無難だな。新聞がある、話題がある、お試し読売新聞。ネットで簡単、まずは無料で。来年のまあ前半 の, そのビッグイベントとしたら、まあ4月のまず統一地方選ですね。であとまあ5月の G7 のサミットですか。まあ、このあたりがまあちょっと山場かなというふうには思いますけども。で、その来年の統一地方選ね、はい、
まあ、前哨戦と言われてた、この間の、茨城ね、隣の。隣の、これ関心を持たれてましたけど、まあ、自民党の現職結構落ちたんですよ。県議選。県議選。あの、無所属を足せば、まあ、元の勢力を取り戻すっていう空気なんですけども、やはり自民党の看板を背負って戦うと、まあ、大物議員も落ちちゃったと。だからこれね、統一教会のね、でもどうなんですか、なんかこう、自民党うまいこと何かあの新陳代謝を図ったぐらいの感じで僕は見てたんですけども、だからまあ、結果としてそうなんでしょうけど、やっぱりこうそれをね、まあ、横目で見ている全国の、自民党の公認を得て出ようとしている地方議員は少し構えちゃって、そうですか、やっぱりね、立憲民主党はその変わんないわけですよね。そう。だから、そういう、だからまあ、野党がね、分断化されてね、同じ連合の支持母体である立憲民主党、国民民主党、これがね、まあ、また先状態、これ自民党ほら、ね、連合を含めてね、まあ、確かにね、麻生さんとかが連合に宗派を送ってます、ね、この間だから12月の初めに、ね、あの一部報道でね、自民党とね、国民民主党が連立三角へと、ね、玉木さん、玉木代表ね、立憲、国民民主党の入閣、そういう報道がね、流れましたよ。まあ、すぐさまね、玉木さん自身もね、岸田さんも否定しましたけども、野党の首脳級に聞いたんですけどもね、水面下で連立の話は確かにあったと、ただ生煮え段階で自民党内の反岸田陣営がリークしましたと、まあ、潰すためにと、ね、そういったところを潰されたと言ってますよ。 でもね、実態はね、2022年度の予算、本予算も補正予算も全部国民民主は賛成してるんですよ、もうね、予算に賛成するってことは与党ってことですよね。そうそうそう、普通に考えると、そうだから、立憲民主の幹部なんか、野党のふりしてるだけだと、さっさと与党行ってくださいと、ということを言ってますけども、とはいえとはいえね、連合がまた先状態になるわけですよ。やっぱり自民党の分断策、これまあ茂木さんとか麻生さんが仕掛け人と言ってますけども、なかなか構想して、立憲民主、まあ国民民主はもうそういうことなんですが、立憲民主は追い風に乗らないでいると、でもまあそうやってこう聞くと、もう日本のそのまあいわゆるまあ主要政党がまあほとんどなんかもう保守系の政党になってるような感じがしますよね。そうね。で、その自民党に飽き足らない保守系無所属の塊が参政党に行って、参政党はこの間参院選で176万票集めたわけですよ。なるほどね。一議席。もう一歩また右に寄ったっていうことですよね。そういう人たちはね。そう。だから、そういった流れることをせき止めようとして、ね、まあ、高市さんでありね、安倍派の人たちは、不信している側面があるんじゃないかと。あ、そうですか。なんでも、あの人は自分たちのせいだろうって僕なんか見ると思うんですけども、こういうの言ったら怒られるかもしれないですけども、高市さんなんて特に。ね、まあ、鳥の目で見るとそうなんです。まあ、高市さんも、ほら、ああやって勢いのあることをネットを通して言うと、わっと盛り上がるじゃないですか。で、まあね、ツイッターとかもね、すごいですよ。で、それだけ気持ちよくなるわけですよ。まあ、岸田さんもね、じゃあどう立て直すかと、2023年は。立て直せるのかな。そう。まあ、とにかくね、岸田さんの一番の優先事項は2024年秋の自民党総裁選での勝利と、最後はそこで、そこをケツに置いて、これから年明けね、どうやってやっていくかと、でほら、岸田さんといえばね、もう二階さんであるとかって会合を重ねてて、会食合戦、会食戦術で、でもうとにかく岸田おろしが起きないように、あちこち、
千手観音手伸ばして頑張ってらっしゃると、はい、でそれでもねほらあの閣僚の更迭とかいろいろ相次いでましたから、まあねうんまあ、ここに言われてるのは、ねまあ、先ほどの、まあ、国民民主党の連立参画はあるのかどうかは分かりませんが、うん、2023年の通常国会召集前に、うん、自民党役員人事と、うんね閣僚、うん、内閣改造、うんまあ、規模数は分かりませんけども、うん、行うんじゃないかとこの悪い流れをね、うん、国会召集前に断ち切ると、うん、そういう観測が流れてるんですよ。でもなんかその、まあ、1年ちょっと前その内閣改造で結構足元救われた総理大臣がなんかいたような気がしないでもないですけどもね。ですから、まあ、慎重な、うん、舵取り運営と、うん、でもう一つはね、まあ、自分と広島での5月の G7 サミット、まあねうん、これを成功させて、うん、場合によってはね、うん、解散総選挙というシナリオもささやかれてるんですけども、うん、まあ果たして、ね、うまくいくかどうか、まあ、選挙はなかなか難しいんじゃないですかね、うん、だからこの悪い流れを断ち切る、うん、ですから、まあ、参院選終わった後、まあ、これから次のね、うん国政選挙はね、衆院選の任期満了だったか25年まで、うんまあ、3年ね黄金の3年と言われてましたけども、うんまあ、参院選後安倍さんの凶弾に倒れてから、うん様変わりで、まあ、ちょっとあっちこっち行ってるんですけど、まあ、あの自民党のある、うん人の受け売りなんですけど、はい、塹壕戦術の3年間と塹壕とにかく玉よけ、はいはい頑張るしかないと塹壕に困ってと、うんまあ、統一教会の問題等々、うん、耐えて耐えて岸田さんはやっていくしかないと、うん、な それで、まあ少し空気を変えるために、うん内閣改造とかね役員人事とか、うん、今ねほら内閣改造この間、まあ、国会閉幕しましたけども、うん政務三役とかねいろいろと、まあ、次のターゲットになりそうな人いるじゃないですか、まあ、杉田さんですねズバリそれをやっぱり更迭する更迭しなくてさらっと変えるとかね、うん、でもそのまあこれもね僕思うんですけども、うん、どう考えても杉田さん問題ですよ問題ですよね、うん、もう辞めさせりゃいいのになんでかばうんだろうっていうのはだからこう次は次この連鎖、うん、要するに辞任ドミノがやっぱ怖いんですでもね、うん、ここはやっぱりね岸田さんはね毅然としたことがない本来ならもう、ね、全部一瞬でポッと更迭、うん、あの答弁見りゃ分かるじゃないですか、うんでかつ、ね、言い訳と、うん、もうとてもじゃないけど務まらないんですよ、うん、本来はねもう少し世論がもっと声高になるのかと思ってましたけどまあここ10年ぐらいで、ねうん、日本の国民はね怒りませんねそうねだからこれは僕もねそのまあ不思議というか、まあ、疑問に感じるんですけどもまあ、だから不満とかあれとかね、うん、期待してなくて、うん、まあしゃあないなとまあそんな感じですよねそういう空気感なんかね国全体に元気がない感じはしますよねそうまあ気がつけばね、うん、かつてね高度成長からね、うん、ジャパンアースナンバーワンと言われた我が日本がね、うん、GDP がね30年近く伸び悩みねいつの間にか安い国になってしまったと、うんうん守りに入り新しいことができないと、うん、そういう、まあ、国民性になってしまったのかなと、うんうんまあ、僕なんか残念ですよねそうそうだから、まあ、その防衛費の問題に関しても、まあ、いいですよ、まあ、守るっていうのはまあ別に悪くはないんですけども、そもそもその守るべき国がですね守る前になくなってしまったら何の意味もないだろうっていう、ねうん、だからここはね岸田さんはねこの防衛費の問題について、うん、なぜ必要なのかね、うん、もう少しあの 2% という数字だけ言ってね、うん、説明がね、うん、足りなすぎるというかだって防衛費だってこう年々上げていくってことじゃないですかね
というと、まあ、今回は1兆円、まあまあ足りませんでした。来年は上げた分さらにもっと足りなくなる。再来年はもっともっと足りなくなるっていうふうになっていくわけですから、どん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 増税しない限りは、そうなんですよ。まあ、払えないわけですよね。そう。で、まあだから、国民一人当たりね、いくらとかね、うん、そういう数字を示して、今、日本の国防でね、うん、これが足りない、あれが足りないって。うん、まあ、あの、自衛隊員のね、うん、待遇とかもね、うん悪いところもあるし、うん、そういったところも含めて、うん、総合的にね、まあ、積み足してやるべきではないのかなと。うんねまあ、言葉の説明が足りない、うんいわゆる防衛力だけでなくてね、うんまあ、外交的な努力もやんないと、うん、特に中国ですよね、うん習主席と、まあとの会話、コミュニケーションは、ね、きちっとやっとかなきゃなんないと、うん。アメリカ政府は少し、いわゆる、コミュニケーション取り始めてきましたよね。うん、まあ日本もそれに応じて、まあ、外務省とかが、動き始めているかと思いますけどね。うんうん、まあね、アメリカはもう、プラグマティックな国ですからね、当然その辺はね、ここはまあ現実的にやっていくってことなんでしょうね。うん、で、そのまあ来年の話がまあ途中になってしまったんですけど、ね、まあその統一地方選、とかまあ G7 を、まあ、岸田さんは乗り越えることができるのか乗り切ることができるのかっていうところなんですけどもね、どうなんですか。そこ分かんないですよね。ちょっと昨日今日のねわかんまあ、内閣不信案という、うんうん、もう本当ね毎日なんかありますね、まあ、ただね今回の配信はここまでです。続きは次回配信します。読売新聞ポッドキャスト新聞記者ここだけの話。この番組ではリスナーの方からのお便りをいつでも大募集しています。お便りは概要欄にあるメッセージフォームのリンクからお寄せください。ツイッターでもハッシュタグ記者ここばなをつけて番組の感想をつぶやいてください。今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信でもお会いできたら嬉しいです。ナビゲーターは読売新聞の山根でした。